トング、タカタケタタカタカタカタ。皆さん、こんにちは。九段日本語学院です。皆さんは自分を呼ぶとき、何と呼びますか？日本人は性別、年齢、場面や相手によって使い分けています。特に男性は、私、俺、僕など使い分けることが多いです。今回はその特徴と、外国人留学生は自分のことを何と呼んでいるか見てみましょう。私、女性、男性ともにビジネスやフォーマルな場面で使います。とても一般的で丁寧な表現です。僕、主に若い男性が使います。親しい間で柔らかい表現としてよく使います。俺、こちらも主に男性が使います。とても親しい間でカジュアルな場面で使う表現です。日本語初級の方はラフすぎる表現のため、使うときには注意してください。フロンから参りました。私を使います。僕を使います。いい、私と言います。イタリアから参りました。大体僕を使います。アメリカから参りました。私を使います。私、フランスから参ります。俺です。私はインドネシアから来ました。私です。アメリカから来ました。僕のことは僕と言います。ドイツから来ました。僕と言います。学生の皆さん、ありがとうございます。僕が多いのは意外でしたね。ちなみに、クラスの中では私が一般的だそうです。自分のことをこんな風に呼んでいるなどあれば、コメント欄に書いてください。日本語の面白いポイントなど、これからもたくさん動画配信をしますので、皆さん、いいねやチャンネル登録お願いします。